この辺のですね、選手たちみんなビール瓶とか砂袋ですね、すねを鍛えてますので、ものすごくそのすね自体が硬いです。自分の中でのですね、プロレス界の一番の蹴りの使い手はわがままな膝小僧に決定ということでよろしいでしょうか。船木正勝です。今回も質問フォームになります。船木さん、こんにちは。いつも楽しく拝見しております。さて、現在船木さんが所属されているプロレスリングノア内のユニット金剛において、船木さんをはじめ剣王選手、中島選手と優れた蹴りの使い手がいらっしゃいますがこの3人の蹴りに違いや差などはあるのでしょうか。また船木さんが考えるプロレスにおける蹴りの位置づけや、体験してきた中で一番の蹴りの使い手はどの選手でしたでしょうか。お聞かせいただいたら幸いです、という、蹴りですね、蹴り、プロレス界における蹴りについてのお話ですね。ちょっとお話ししてみたいと思います。ノアの中のですね、ユニット金剛ですね、今自分は金剛に入ってるんですけども、2019年の4月の30日ノアの横浜大会で、剣王選手が清宮海斗選手と当初ですね、海王というユニットを組んでいたそうです。全然知らなかったんですけども、清宮選手と剣王選手が組んでいた海王、海斗と剣王の王を合体したユニットですかね、海王。これにですね、剣王選手が清宮選手に反発をして、できたユニットが金剛。どういう由来で出てきたんですかね、金剛、剣王、金剛。反発した理由もちょっとわからないので聞いてみたいと思います、今度。当初のですね、金剛初期メンバー、正木民也選手、小峠選手、稲村選手、剣王選手、4人なんですけども、現在この3名誰もいないです。総入れ替えという形ですかね。敗者は多くを語らない、試合内容で語るがコンセプトですね、今後。これすごくいいと思います。自分がですね、今ユニット入らせてもらって、組んでもですね、対戦してもたまに、N1 とかで対戦するんですけど、対戦してもですね、とても良い刺激をもらいながらやっています。船木さんをはじめ剣王選手、中島選手と蹴りの使い手がいらっしゃいますが、確かにそうですね、これたまたまだと思うんですけども、剣王選手日本拳法ですね、そして中島選手極真空手。自分の蹴りはですね、一番最初はコッポーですね、そして、藤原組時代に玉城義満会長の無敵、そしてパンクラスで、新作ビクトリージムで、キックをやりました。で、一度引退をして、復帰した時に、新作さんの弟子のですね、前田健作さんのジムで、ドラゴンジム、ドラゴン道場で、キックボクシングですね、いろいろ混ざってるんですけども、その3人がその蹴りを使うということで、その今後連携も作りやすいです。で、たまたまですね、その、蹴りを使う選手が集まっただけだというふうに思ってるんですけども、3人の蹴りに、違いや差などはあるのでしょうかということなんですけども、ちょっとこの件についてですね、剣王選手と中島選手とちょっと話をしました。で、剣王選手はですね、ミドルキックは日本拳法では使っていなかったと、プロレス流にその自分でアレンジをしたというふうに言ってましたね。で、中島選手も空手時代はローキックとハイキックで、ミドルキックはですね、ほとんど使ってなかった、これもプロレス用に使ってるということで、そんな感じですね。ので、自分もプロレス、ミドルキックは本当にプロレス、全日本プロレスに出だして頃からですね、ミドルを結構対応して、それまで、以前はあんまりそのキックの連打はですね、使っていませんでした。
ので使ってからまだ数年ですね、復帰してからなので蹴りの違いやすさなんですけども、そうですね、自分受けた側としてはですね、ケンウ選手ローキックはやっぱり日本拳法出身であんまりないですね、ので足は痛かったという記憶はないです。でミドルキックもつなぎなので、手からミドルで そのキックで蹴り倒すというそういうイメージは受けてないですね、のでそんなにそのダメージが、来るようなミドルではなかったと思います。ただハイキックですねは、思いっきり入れて、効きますね。ちょっとピカッとこう脳震盪が起きるぐらいの破壊力だった記憶があります。ハイキックすごく得意なその股関節だなと思いました。そしてですね、中島選手、ローキック、ローキックはおそらくですけども極真時代の、名残なんですかね、探りのローが多いなと、あんまりそのダメージを与えるような感じではないような、そんな感じですね、速いですね。とにかくあとはミドルキック、これは自然に出ているのかなと思うんですけども、気がついたらですね、自分この間試合した時に脇腹にこうあざがつくぐらいのそのミドルキックですね、受けてました。あとハイキックですね、これもうまいです。ムチのようにこうパーンとこうしなってきますので、とにかく速いですね。せーのでパーンとこう出すんじゃなくて、もうピッとですね、こうピッとこう来るので、すごく速いな、速い切りです。中島選手の切りですね、避けるのが難しいなと。175センチ87キロなんて、もう一回り体が大きかったらちょっと脅威だなと思います。そんな感じですかね、3人の違い。痛いは痛いですね。この間中島選手と試合してですね、後で見たら腕がですね、こんなあざができてました。腕で受けてたんでしょうね。こんな両腕まだあざが取れませんので、かなりですね、一発一発蹴られるたびにですね、こう筋肉がこう切れる感覚がありましたね。船木さん考えるプロレスにおける蹴りの位置づけですね、元をたどればですね、プロレスにおそらくキックというのはなかったと思うんですけども、キック出身のレスラーがいなかったのかですね、元々の元祖は猪木さんだと思います。アリキックですね、モハメド・アリ選手と異種格闘技戦をする、時にですね、極真空手に行って、それでローキックを習ったという情報 を、見ました。でそれがそのアリキックにそのつながったと思うんですけども、で、格闘技戦があるので、その格闘技というものがその新日本プロレスに入ってきて、それをきっかけにそのタイガーマスク、初代タイガーマスクの佐山さんがですね、練習生時代にキックボクシング、練習生若手ですかね、時代にキックボクシング目白ジムにそのこっそり入門してですね、実際にキックを習っていたと、その関係で、正体がバレた後にですね、キックボクシングの試合も1試合しています。で次に、その佐山さんがたまたまその大阪でですね、夜歩いていたら公園で、キックをしていた、人がいたらしいです。で、そのキックは空手ですか、キックですかっていうその質問をしたところですね、空手だということで、それで、その人と知り合いになって、でその人から紹介を受けたのが前田さんです。空手ですね。で前田さんも昔の、試合スタイルはですね、プロレス、の若手時代で、新日本プロレス時代ですね、 UWA に行く前までは正統派というか、あんまりそのキックという感じの試合ではなくて、たまに最後にその畳み込む形でキックを使って、飛び回転後ろ回しですか、ニールキック、フライングニールキックっていうのをその必殺技に使っていた感じですね。
あそこでなんかようやく初めてそのなんかキックを得意にする得意技にするレスラーがですねこう誕生したかなというふうに思いました。そして前田さんの後はですね、今度はその前田さんにその影響を受けたのか、後輩の高田信彦さん、高田さんがですねそのキックをですねこう使うようになって、でちょうど自分が入門した時にですね、高田さんがその前田さんの先生、田中翔吾さんからですね、キックを習った、空手のキックを習って、でそのキックを反復をするためにサンドバッグを購入してですね、でそのサンドバッグを巡業中もですねその持ち歩いて、毎日毎日練習、合同練習の後に、体育館にこうサンドバッグを通じて、それでその黙々とですねキックの練習をしていた記憶があります。そして、まあその高田さん、最初はそのリングシューズを履いたままですねキックをしてました。前田さんもそうなんですけども、でもちろんその初代タイガーマスクの普通の、リングシューズでキックを出して、で、まあ前田さん高田さんがその UWF 旧 UWF ユニバーサルの方にこう移籍をしてた後に、シーザーたけしさんのシーザージムですね、ここでシュートボクシングので、ここで本格的にですねキックの練習をします。でその途中からですねシューティングレガース、おそらく佐山さんの考案ですね、したレガースというのをですねその入って、で最初はタイガーマスク、ザ・タイガーと、山崎さんだけが入ってたんですけども、途中からその前田さん、高田さんも履くようになって、で蹴りを使う選手がみんなそのレガースをですねつけるようになったっていうのが、徐々にそのキックっていうのがプロレスにこう入り込んできたかなっていう印象を受けました。そして新日本プロレスにですね U ターンをしてきて、その辺ぐらいからですがね、本当に UWF といえばキックで、そのキックを武器に、高田さんがその IWGP ジュニアヘビー級チャンピオンになったですね、まあ、ちょうどその、UWF がその U ターンしてきた時は佐山さんですね、タイガーマスク、スーパータイガーだけは抜けてしまってですね、で前田さんから高田さん、藤原さん、木戸さん、山崎さんの5人だけですね来ましたので、まあ、その中でも高田さんが一番そのキックをですねバシバシ使っていた記憶があります。古舘さんがわがままな膝小僧というニックネームをつけてましたね。まあその中でですね、山崎さん、山崎和夫さんはシューティングの、当初インストラクターをですねされていましたので、まあ佐山さんから直伝にその蹴りをですね習っていたと、おそらく どこのジムにでその、実際本職の人から習ったという印象も受けていませんので、佐山さんのシューティングの蹴り、直伝の蹴りができるのが山崎さんかなと思います。足もですね細くて長いので、 UWF の中で一番綺麗な無知のようなですね蹴りをしていた記憶があります。まあ、この UWF がですねその新日本プロレスにその帰ってきた、 そこからだんだんそのレガースをですねつけて蹴ると、蹴る人は必ずレガースをつける、そんな、歴史がですね出来上がったような気がします。自分もやっぱりこのキックですね最初は受けてて、そしてその、UWF の若手とですね、中野さん、安住さんと試合するようになって、やっぱりその自分もその蹴りをですね使いたいと、受けてるだけだとちょっとやっぱり不利なので使いたい、それでコッポー通って、で蹴りを使って、でもコッポーに通ってコッポーもレガースをつけているので、そのままレガースをつけようっていうことですね、コッポーの、コスチュームを履くと同時にレガースをそのつけると、ちょっと憧れてました。実はそこでそのレガースをつけてですねキックをするようになって、まあそれもちょっとやっぱりその新日本プロレスの上の人ですねからしてみたら、やっぱり UWF の真似をしてるっていうふうに映ったようで、やっぱりちょっとそのあまりいい印象を受けなかったと。でまあ途中でレガース隠されたりとかですねしたんですけども、まあそんなこともありました。まあプロレスの中のキックの位置づけなんですけども、とにかくですね、キックは海外で受けます。東洋
海外遠征行ってケルトですね、すごく来ました。東洋をやっぱりイコールそのケリですね、やっぱ黒い髪の毛で、東洋人、それでキックを使うとやっぱりそのブルース・リーの影響なんですかね、やっぱ80年代90年代はやっぱり本当に海外でケルト、東洋人がケルト受けます。海外でブレイクした歌舞伎さんやグレート・ムタもですね、やっぱキックを使ってました、みんな使ってました。で逆にですね、その日本ではキック、空手とか、ムエタイとか東洋をキック蹴りというのは東洋をがその生んだ技だと思うんですけども、なんとなくなんですけど日本ではですね、人間をですね足でこう蹴るという行為がちょっとその野蛮なそのイメージかなと、そういう感じをみんなしてるんじゃないかなと、ちょっとヒール的な感じですかね。でプロレス界の中でその異種格闘技戦、やっぱりその敵はやっぱりそのキックとか空手とかですね、そういう敵、異種格闘技プロレスの敵がやっぱりキックを使っていましたし、あとその新日本プロレス対 UWF、これすごく印象的だったんですけども、 UWF は当時その外敵としてですね、新日本プロレスにその、こう押し寄せてきた、新生 UWF もそうでした、あとその UW インターもですね、みんなやっぱりその、蹴りを使うと、外敵は蹴りを使うという形がその多かったので、なんとなくですけども、キックイコールプロレスの敵みたいなこうイメージですね、があるんですけども、どうでしょう。そして最後に、自分が体験してきた中で一番の蹴りの使い手はどの選手でしたでしょうかという質問なんですけども、元祖猪木さんですね。蹴りは円字蹴りだけ食らいました。首の後ろにボンとこうちょうどくるぶしあたりがですね、こう乗っかってくる感じですかね、ドン。あとは初代タイガーマスク佐山さんですね、の蹴りも一回受けてます。伝説のミドルですね、早いです。気がついた時にはもうバーンと当たって、それでその時佐山さん体重が100キロぐらいありましたので、ものすごく重いなと、早くて重い蹴りでした。そしてその佐山さんの直伝、山崎さんの蹴りは早くて切れますね。蹴りだ、 UWF の中だと一番この蹴りに対しては器用かなと思います。そして前田さんですね、とにもかくにも重かったですね。ローキック、この辺のですね、選手たちみんなビール瓶とか砂袋をですね、すねを鍛えてますので、ものすごくそのすね自体が硬いですので、前田さんの方が体重もあるのでものすごく重い、硬くて重い。そしてミドルキックは胃に来ます。一発受けてうずくまった記憶があります。前田さん重い蹴りですね。そして高田さんですね、これがまた前田さん、以上にですね、すねが硬くて、本当鉄の棒を、バーベルなんかをそのくっつけるシャフトってあるんですけども、持つ部分ですね、あれでなんかそのすねをこうパーッとこう叩かれたようなぐらい痛かったです。一度高田さんと戦った時ですね、2回目のシングルですかね、UWF で、その時にローキック食らってあまりにも痛くて、すね当てがずれたというふうに装って、すね当てを直すふりをしてですね、ちょっと時間稼ぎをした記憶があるぐらい、ローキックが痛いです。すねが硬いです。トレバー・バービックもですね、びっくりしたと思いますね。バチバチ蹴られてこんなに痛いのかと。あとはそのこれ有名な話なんですけども、北尾浩二さん、が異種格闘技戦で高田さんと戦った時に、高田さんの蹴りはいくらでも受けるので、どんどん蹴ってきてくれと、そんなことを言ったと、信じられないことを言ってるんですけども、おそらくですけども北尾さんも実際にその試合でですね、ローキック高田さんに蹴られて蹴られて、こんなに痛いのか多分びっくりしたと思います。本当に鉄の棒で蹴るぐらい蹴られてるような、そんなイメージ。だんだん痛くなっていって、ちょっとこう前かがみになってきたところをハイキックで KO されてしまいました。そんなですね、トレバー・バービックを蹴りでその戦意喪失させ、
横綱北尾浩二をハイキックでその KO をしてしまう、まあ、そんな蹴りでですねその話題を作ったということで、まあ自分の中でのですねプロレス界の一番の蹴りの使い手はわがままな膝小僧高田さんに決定ということでよろしいでしょうか。以上です。今回はプロレス界の蹴りについてお話ししました。ご視聴ありがとうございました。